チームのリーダーマリーです。赤は情熱で悪を問う正義の色、マリーの呪文で死に悪をやっつけてね。ルークス・マリーズ・オブ・リンミー。スズクのような赤い翼で今うちはブルーパワーをお届けします。マリーってねください。応援よろしくお願いします。マリー、好きなものはイチゴと手羽先とバケツアイスです。よろしくお願いします。バケツアイスって何ですか？アメリカンサイズのこれぐらいのこれぐらいの味です。それを一人で食べるんですか？あ、お腹痛くなりますよね、それだったら。はい、それでは、もう一回って直します。はい、皆さんこんにちは。楽しいこと大好きな特撮ガール、紫担当ミレルンです。皆さんに笑顔と元気をお届けします。私の魔法にかかると誰でも楽しい気分になって踊り出しちゃうんですよ。いくよー、トコナツルンルンダンシング。みんなも一緒にせーの、トコナツルンルンダンシング。グーグー、今日も元気なミレルンです。よろしくお願いします。ミレルン。はい、好きな食べ物はパイナップルとパイナップルとパイナップルです。よろしくお願いします。全部パイナップル。パイナップル好きすぎて、そう、美味しいもん。思いついた。みかんも好きです。思いついた。クワガタキッズピンク担当小学4年生みんなの妹サイリンです。メンバー119さんは私ですが、皆さんの大きな合図育ててください。今から幸せになれる呪文をお届けします。メロメロリンリン、ハートリクスキュン。サイリンってください。応援よろしくお願いします。サイリン。私の好きな食べ物はイチゴと、イチゴと、なんだろう、好きなものは、好きなもの、あ、ジュースでもいいよ。ジュース、タピオカと、おハーゲンダッツ。ハーゲンダッツ、アイスのくくりじゃなくてハーゲンダッツだったね。みなさんこんにちは。クワガタキッズ黄色担当シャイダンメンバーのエリーです。いつもはひかみじゃんだけど、みんなに元気を届けるために頑張ります。黄色太陽のように元気になる色、今からみんなが元気になれる呪文をお届けします。マジカルシャインカーペディアン。今日精一杯楽しみましょう。エリーって呼んでください。応援よろしくお願いします。エリー。エリーの好きな食べ物はアイスクリームと梅と昆布です。いっぱいものいっぱい。渋昔のねえ昔のおばあちゃん昔のおばあちゃん。はい、みなさん こんにちは。クワガタキッズオレンジ担当のリリーです。オレンジは希望と成功に導く色、温かいオレンジの光で世界が希望に満たされますように。オレンジカルサイトでエスペロー。心の中の不安が消える温かい光をお届けします。リリーと呼んでください。応援よろしくお願いします。リリー。リリーの好きな食べ物はストロベリーアイスとキッシュとブルーベリーが大好きです。キッシュって何ですか？キッシュって何？キッシュって聞こえた。キッシュって聞こえた。キッシュ食べるの？って何ですか？なんかいろいろ野菜が入ってるグラタンみたいな。あ、学校で出る。私も出る。あ、なんかアルミホイルに包まれてるやつ、学校で。見たことない、そんなの。嘘。うち学校でなんかアルミホイルに包まれてるグラタン出てくる学校。なんか絶対に出てこないんだよね、私の。そうなの。学校。はい。はい、私たちはクワガタキッズっていう大クワガタの妖精アイドルです。今日は皆さんに幸せをお届けできるように頑張ります。盛り上がっていくぞー。あー、それでは2曲続けて聴いてください。デジマとハッピーハッピー。始まる花びらまい。
の大好き、ちょっぴりおてんば、ロビリン新メンバーのゆりです。ゆりって呼んでください。応援よろしくお願いします。ゆりー、はい、ロビリン新メンバーの。好きな飲み物。好きな飲み物はメロンジュースです。ラブリー新メンバーのひよりんです。5歳の年長さんです。好きな食べ物はいちご、うどん、こんにゃく。歌うの大好き、踊るの大好き、小さなアイドルひよりんです。よろしくお願いします。ひよりん、好きなジュースはメロンソーダです。なんかみんなちょっと振るのがちょっと悪かったかもしれない。ごめんなさい。はい、それでは。では聞いてください。フリーダム。Yeah.
くれたひよりんとゆりんに大きな拍手をお願いします。次は新曲、辛い時はクワガタキツがいつでも味方だよっていう気持ちを込めた応援歌です。あなたがいつも笑顔でいられますようにありったけのエールを送ります。新曲レインボー。
何をしたかっていうとね、あのほらなんだっけ、レインボーのさ、ね、こうしてる時にね、間違えてね、ここの背中ピンってしてるのよ、痛かった、面白面白くない。あ、そうだ、ね、私のね、面白いね、ジュース話を教えるね。そう、ね、この前ね、自然体験学習っていうのがあってね、ほら、あの、5年生の時に、違う、宿泊学習っていうのをするじゃないですか、みんな学校の時に、覚えてないか。5年生で必ずする行事なんですけど、それがコロナで止まらなくなって、自然体験学習っていう名前になったんですけどね、その時になんかゲームをしたんですよ。そう、好きな飲み物は何ですかっていうあの質問みたいなのがあって、なんかそれで好きな飲み物のグループを作りましょうってなって、なんかそうなんかそういうなんかゲームがあって、その時に私が、あの特に好きな飲み物とかなかったからモンスターって言ったんですよ好きな飲み物モンスターって言ったら一人しかいなくて、みんなコーラとかスプライトとかあのファンタとかでちゃんと集まってたんですよ。私だけポッチでこんな完全にあの選びを間違えたなって思ったはい、そういうしょうもないお話でございましたはいそれでは次が最後の曲となりました。ありがとうございます。最後は今日来てくれた皆さんへの感謝の気持ちを込めて歌います。あの白いアジサイ、you、mm-hmm.
ありがとうございました。皆さん今日のライブはいかがでしたか？楽しかった人？はい。今日は私たちのライブを見てくださりありがとうございました。それでは最後にもう一回、ヨーティーンピース、ハッピーを寄せギュー。以上、クワガタキッズでした。ありがとうございました。